ジェン君、ポンちゃん。今日は曇りですね。一日曇りかな。少し夜寒くなるって言ってた気がするな。今日はまたオープンマイクの日なので、夜はお留守番です。あったかくしとこうね。なんか丸い団子のようになって。なんで二人とも同じ方向向いてるの？あ、言ったのやめた。たっちゃん。どうしてこの言うとやめるのこの人たち。終わった。はい。今日の運動は終了。はい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 。ねえ、ばんちゃん。面白かったんかい。ジャンク忘れ物、はい、これなんか大変なことになってる。大丈夫？暴れてたっぽい。暴れてたっぽいな。暴れてたな。はい、ワンちゃん面白かった。面白かった。ジャン君これか。おもちゃが出したかったのかも。そう、遊びたかったな。どっちですか？大抵ポンちゃんだと思います。ポンちゃんもう窓際行っちゃったよ。こっちか、こっちか、うん、これも好きだよ。あら、ダメでした。君は恐れをなしましたね。我が家のジャン君、ポンちゃんはあまりこの遊びを、前に比べてですね、まあ若い頃って子供の頃はみんなやるんですけど、しなくなっているのであまり上手じゃないです、はい、まあ踊らせる方の黒犬おじさんもこのさばきが上手じゃないんですけどね、マオイママさんの方が上手で。はい、ということで今日は終了。